こんにちは、ヤガミです。今日は5月の12日の金曜日です。ということで、移動になったので Vlog やっていきたいと思います。昨日、一昨日と話をしていました。今日がタイムリミットでした。今日の3時がね。で、まあ、今日の昼に、境に行きまして、で、今日までに40万円っていうのは、無事に振り込むことができました。まあ、どうやって用意したかというと、その一昨日ぐらいにうちから20何万出てきて、まあ、残りはその昨日一昨日の店の売り上げがあったんで、まあそれとちょっとまた自分から出してなんとかギリギリ払うことができました。まあそんな感じでこうピンチをギリギリでクリアしてみたいな感じになってるんで、本当に自転車操業なんだけど、まあこれはやっぱりこの2日間でさ、俺結構悩んだんで、どうしようと思って。で、結局まあ今用意した方法を言ったけど、この1日2日で事業を考えて、その事業で少しでも売り上げを上げるっていうことはやっぱりできんかったわけ。まあそれができたらベストだなと思ってめちゃくちゃ考えたけど、まあそこまでのパワーは俺にはなくてっていうとこでしたね。なのでこの2日間でそのいろいろ考えて、本当に気づくことがいっぱいあった。やっぱピンチはチャンスって言うけど、こうやってピンチになるとさ、めちゃくちゃ考えるもんね。だからめちゃくちゃ考えたし、いろんなことを思ったし、だからちょっとまあなんとかクリアできて、でまたちょっと次のピンチがもうどうせすぐ来るでしょう。でもね、もう本当にこれをきっかけに真剣にいろいろと考え直さないかんって思いました。まあ何お金をさ用意するっつって産むのもそうだけど、出費言えんじゃん、なんかそれを抑えないかんっていうのもすっごい思ったし、まあ、とにかく、売り上げの目標だよね。どれぐらいをこういう風にやって、こういう風にやっていかなかんっていうのを考えないかん。だから、まあ、今回のきっかけに、じゃあ次は、今月末までに、いくらは用意しないかんとか、それは支払いじゃなくてさ、こう、ストックとして。そうそう、そもそもの話でいくと、大体まあ、うちの事業でいくと、大体ね、月に400万円出費があるんですよ。400万円。なので、まあ、例えばそれが万が一これから何かが起こってまたコロナの時みたいに、3ヶ月ぐらい本当に店の売り上げがなくなりましたってなったら、1ヶ月で400万円なくなるんで、で、それをコロナになったばっかの時は、3ヶ月ぐらい耐えたじゃんね。いや、4ヶ月ぐらいか。まあ、その時の出費は250万ぐらいだったんで、で、また今さ、その後に店とか増やしちゃったからさ、勝負に出て、今400万ぐらいの、レベルなんですよ。なんで、まあ、今後なんかがバーンってなって、今、もし明日、地震が起こったら、もううちアウトなんですよ。それぐらい今、緊迫してるっていうのを、改めて思ったし、なんか本当に店の売り上げがなかったらもう終わるみたいな、もうそれぐらいのところにあるんですよ。で、それを考えると運転資金として、まあ、やっぱり3ヶ月ぐらいこうもし何かがあって何も収入がなくなっても支払いができる状況っていうのは作っておかないと、まあ、3ヶ月あれば別のことなんかやったりとかいろいろと動く時間ができるんでいいと思うんだけど、一瞬で何かが起こったら倒れる状態に今あるんで、これはちょっと早急に改善しないとっていうのが今の俺の仕事なんですよ。で、まあ1ヶ月400万で本当は半年分だから2400万円ぐらいのストックを持ってれれば安心なんですよね。でもまずは3ヶ月分1200万円を運転資金として手元に持ってれる状況を早く作りたいんですよね。だけどそれも結構むずいでしょう。今の支払いその赤字の状況からさ、
さらに1200枚のストックを作るっていうのはなかなかレベルが高いんですよ。でもこれ2日間で40万とかって言ってたみたいに、じゃあ3ヶ月でとりあえず100万のストックは作ろうとか、もうそれぐらいちっちゃい感じでもやっていかないと本当に何かが起こったらまずいからっていうのがすごい浮き彫りになったね。まあ、本当にさ、今日の支払いをして今日現在ではもうマジでゼロに近い状態になったし、多分家探してももう今回みたいに金も多分出てこんし、だけどまあなんていうの、事前にもう仕事当てて請求書でやってる仕事とかさ、あとなんかペイペイとかカードの支払いのやつとか、もうすでに売り上げ確定したやつでもまだ入金がないやつとかもあるんだけど、まあそんなちっちゃいことではなくて、やっぱり2400万円ストック金として貯めることが今最優先だなと思って、でまあそれを貯めるために今やってる範囲の仕事以上の仕事をやんなきゃいけないし、今の出費よりも抑えていかなきゃいけないしっていうのが当面の目標になりそうっていうのも、まあそれはさ当然分かっとったんだけど、でも今回みたいなそんな大ピンチな状況になったらますますそれが必要だなっていう、早急にやらなきゃいけないなっていうのが今の課題って感じです。まあそれもさ簡単に言うけどなかなか難しいわけだけど、まあ難しいからつって何もやらんかったらもう終わりなわけ、終わり確定だから、この難しいことをクリアできるかどうかが今後うちの会社が続いていくかどうかのあれなんですよ。でね、俺やっぱ思うけど、こんなのはこれ間違いなく人に会いに行ったり、あとその新しい発見を見つけに自分がどっかに遊びに行ったり、そういうのをせん限りはもう新しいアイデアなんて生まれんなと思って、だから仕事しながら家でインターネット見てたり YouTube 見てたりとかする程度ではもう新しい情報なんて落ちてないなみたいな、そんなことはすごい感じるんだよね。だからちょっとまた遊びに行かなあかん、でも遊びに行く金もないでしょう、やっぱり宝くじとか当たらんかなとかって思うけど、まあまあそこはきっとなんとかなるでしょうということで、まあとりあえず今回は無事じゃね、まあ無事か、無事にとりあえず今回のお金問題はクリアできましたっていう話ですよ。マジで大変だったゴールデンウィーク明け、ゴールデンウィークが明けた8日の月曜日に100何万円払って、その2日後の10日に100何万円払って、2日間で210万円ぐらい払ってからの10日から2日目今日だよね。で40万、だから250万この明けて4日ぐらいで、だからさ、これなんでこんなになっちゃうかなっちゃったかっていうと、そのゴールデンウィークでさ、その入金サイクルが遅れたりとかして、でなんかゴールデンウィーク明けの支払いもなんか重なっちゃって、なんかよくわかんないけどブワーって急に重なっちゃったっけ、からのそのゴールデンウィークの営業が請求払いだったりとか、なんかもなんかが重なった、すっごい、だからちょっと急にこういう風にショート仕掛けたんだけど、でもこのショート仕掛けるってことは、まあさっき言った運転資金がないってことだよね。まあそんなんでちょっとキンキンにこれは解決していくのが経営者としての俺の役割なんで、ちょっと今からもそういうどういう風にやっていくかっていうのを考えてまた頑張っていきたいと思います。なんでこのお金ギャーギャー問題はとりあえず終わりだけど、また20日ぐらいになったらまたギャー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 言い始めるから、まあこれもね、昨日もちょっと話したけど、こういうことを表に出していくっていうのも別にスルーしてもらえればいいしね、なんかこれをこういう現状なんだよっていうことをみんなにも知ってもらって、そこから這い上がっていくっていうのもいいんじゃないかなと思ってます。そんな感じで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。